一杯のラーメンからハリウッド、そしてタイが、二年連続で NHK タイがドラマに出演し、現在放送中の薄る家康で徳川家康の家臣の山田八蔵を辞ている。身長180センチ、体重180キロの俳優、米本学、高戸さん44。米国滞在中に偶然スカウトされ、リュートデビューした。新型コロナウイルスで、 仕事をなくし、祖国に新天地を求めた波乱。道のりとは、無本を起こそうとする家臣たち、裏切って、クーデターを阻む八蔵は、5月28日放送、第20話で、初登場した。実在するが、あまり知られ、いない。米本さんは、愛知県にあるゆかりの地、巡った。墓とされている、八蔵の塚を訪ねると、一の道が二つに分かれる場所にあった。 選択を、られた、八蔵の人生に重なるようだった。仙台で生まれ、大阪市で育った。もともとは、映画部デューサー志望で、2007年、27歳で、太平洋を渡った。縁に興味あるか。監督アシスタントをしていた11、ロサンゼルスにある、日系スーパーのフード、とでラーメンを食べていると映画のスカ、とに声をかけられた。僕は、 カメラの後ろの人、なんで、一度は断ったが、体験のつもりでを衣装を受けることにした。指示されたツーに演じた。すると、目の前の人たちが手をたたって大笑いした。めちゃめちゃ嬉しかったし、見てもらえた気がした。オーディションに合わせ、し、ロケ地のハンガリーに飛んで、最初の撮影、スピードや、マトリックスで知られるキアヌ・リーブスさんの腕の中で死ぬシーン。 デビュー、作となった。この作品は13年公開のハリウッドが47ロ人で、老人役を演じた。残り1280文字、全文1981文字、5等から1ヶ月間は99円。